うなる、語る、ソウルフル、玉川七福の言葉知るなにわ節、七福チャンネルの出張チャンネルでございまーす。皆 <laughs> <laughs> さん、今日私はどこにいるかと思いますかなんとですね、八代亜紀さんの事務所におります。八代亜紀さんですよ。はい。はい、はい、だって。<laughs> えっとですね。 ままたた私が読演会をさせていただきますで毎回トークゲストの方にお願いしてるんですけれどもうーんありえないだろうと思いながら私八代あきさんが大好きなのでで八代さんは浪曲が好きと言ってくださってるでこの好きと言ってくださってこの一理の望みにすがってお手紙を書いてどうか あの私の独演会に来て浪曲のお話また声のお話などしていただけないかとお手紙を書きましたら OK ーーというですねびっくり OK ですよ皆さん OK <laughs> ーーの返事をいただきましてで出ていただけることになってこのチラシを作ったわけですけれどもなんと私知らなかったんですけど八代、うん、木さんが YouTube チャンネルやってらっしゃる YouTuberYouTuber いらっしゃるんですよで私もチャンネルやってるので YouTube 番組を相互で作りませんかというお話が途中で生まれまして。で、まずはこの対談という形で私の YouTube チャンネルに来ていただきまして。で、ヤシロさんの YouTube チャンネルの方でも私がちょっと登場させていた夢のような企画。<laughs> えーみたいなことがえ今日実現したわけでございまして。皆様、ヤシオアキさんですどうもー <laughs> よろしくお願いします。よろしくお願いします。<laughs> ユーチューバー。<laughs> もう二、ね、歳ぐらいから。はい。あの、もうちょいそう、けちゃん、だ、なんですけども。はい、その、父が、その。腕枕で、ないと寝なかった子で。お父さん子だったんです、ね。はい。それで、その。夜、十二時になると、六、うん、曲が流れるんですよ。よラジオから流れてくる、きてた、時代があったらしくて。はい、そう、父さんの腕枕で,で寝てる時に。はい、あの。天中、気月。 というクタの母子の老朽子だったらしいんですね流、はい、れた時にあのおかえさんおかえさんおかえさんとあとっかけるシーンとか,とか、ねはい、そこでなんとかのーって流れていくんですって、はい、そこで可愛いっしょっ <laughs> と泣いてたんですってえ、それはヤシマさんは二歳ぐらい二歳で泣いちゃったんですか、はい、で父がだからうずまくら泣いてるわけに見てこの子は感受性強いなと思ったらしいですよでもそうですよね、はい 二歳で浪曲聴いてなくって、そう。すごいですね。本当すごいですね。はい。私は、あの、もうすぐ前に浪曲がないんですよ。え、どんな浪曲されてたトやっぱり。トラズさんの声、もう本当に、どっちかわからないぐらい。そっくり。ああいう声だったんですか。そっくり声で、歌ってまして、もう隣で流れたらお父さんと思いますもん。ええーはい。聞きました。聞きました聞きました。う入ってるんですよ、あの歌は。 で、ロ曲、あで、何も知識なくて、それ聞いて、あれあれブロ浪曲って思って、しかも、トラゾブシだ最後の当て節のところがトラゾブシ。そう。トラゾだそうなんですよ。あれがもう、三つ玉石、客間でもの、もう入ってるメロディが。先しかも、不審回しが完璧であったので、もうちょっとね、三味線入れたいと。そういうのもあるし、はい。あの、あれも聞いた。 妻を夫、いたい妻にしたいつつ。つぼさかで元気。そうそう。これがまた得意なやつだったし。はい。これも、ちらちらっと YouTube チャンネルでやってた。あ、何をてややだろうなと思って。これが私の得意なんで得意ですか。その、あれは、あの、飯の旦那さんがいて、そうです。で、それを奥様がちょっと気を引いて、はい。言ったんです。歌ですね。ご夫妻のご夫婦の歌です。はい。お里さばいち。

<laughs> それを発見した人もすごいけどユリロンの子はそういう出会い方だったんです <laughs> そうんで,でもそれ運命としか思えないお,かお父さんのジャケガイジャケガイですからね本当ですよだからその時のお父さんのジャケガイがなかったら今いないでしょう。あそうですなんか一緒に黙ってたらもう何黙ってるかうわっと,とひっくり返して柱だけ抱えてジャーッと投げてきたんですよ それはいらんとか言って、ね、斜,めに斜めに投げたんで当たらないように。投げたら死んじゃいますからね。うわ柱時計も。うん、私はもう、あ死ぬとって,ってな、な、斜めにって投げたんですよ。そうですか。すさ、うん、まじかったんだ。はい、もうすごい地獄でしたね。うん、で、斜めに投げた柱時計がね、行ってしまったゃ、ね、<の><の>そしたら、あの、うち、あの、一の人の男の子はね、 のお父さんとお母さんがねその、えー、毎日喧嘩してた、うん、毎日喧嘩しててである時あのお母さんが出て行ったであと父親だけ亡なってその父親,父親もねなんか飲んでくれてとか俺もねググってやろうと思って「何やってんの?」って言っちゃった私ずっと年上ですけど。うん 「グっっってどうするのよ言ちゃたねグータは負けでしょ」って言っちゃったのそこでなんで自分は自分は俺は違うんだってんで頑張らないのって、うんうん、ねあの子偉いね頑張ってるねそれが勝利だよって言ったそこなんですよねそこがすごくこう惹かれるなって思って <laughs> でだから多分たけ、うん、さんが思ってたことと私が感じてたことが、うん、どっかずっと通じるのね。<laughs> ね、そうヤシロアキさんの素敵なところ、本当ありがとう。<laughs> いつもの笑ってるの。<laughs> あ、あそんな感じで大丈夫そうですか。夢中なって私お話を伺ったからね。<笑><笑><笑>時間はオーバーですか。<笑><笑>すみません。はい,はい。では告知でございます。はい。はい。ええー、4月の29日と30日なんですが、うん、えー、銀座の完全の音楽堂で七福6円、<laughs> 銀座で唸る銀座が唸るという会をいたします。その 最初の日29日の会にトークゲストでヤシロアキさんに出ていただきます、えー。まだまだ伺いたいことがありまして、来ていただいてお話を伺いますので、両、えー、局二席とヤシさんのトークがつきますので、ぜひいらしてください。いらしてください。なるべくいいですに早めにご予約ください。いらしてください。よろしくお願いします。<laughs> 待ってます。 よろしくお願いします。よろしくね、待ってます。